はい、おはようございます。アピア広報の中井です。さあ今回は広報出場第10回目ということで、キャスティング福岡店さんで、イベントがあって、それのついでということで今回は福岡県筑後川にやってきております。で今回挑戦するのが越パターン、自分が越パターンがどんな感じなのか経験ないので楽しみのところではあるんですけど、地元の方のね情報とかいろいろ聞きながら、最近よくでかいのが釣れてるらしいんで、なんとかその1匹をね取れるように今回は頑張りたいと思います。メーター釣りましょう。メーターうわーパンチライン130で朝一は、あとバレーヌ160度ね、ちょっと様子見ながらボイルとかして届く範囲やったらバレーヌで、この環境な感じやったらパンチラインで、あれこんなとこに誰ですか。レッドさん。え？レッドさんですか。あそうだ、え誰ですか。知りませんよそんな人。なんか状況が筑後川も良くなってきてみたいですね、はい、らしいですね。浅間詰めから大盛況ですね。ポイントは確かにポイントは大盛況なんです、はい、全然ポイントがなくてボイル出てもいい状況なんですかね。まあまあまあまだ流れ始めでもうちょっと下げて手前のテトラとか出てくるぐらいにボイル出るかなっていうね。今回来る前に台風がちょっと来て、鹿児島の方はだいぶ雨降って、うん、こっちの久留米の方はそんなに雨降らなかったとはいえ、まあ、ちょっと雨降って状況が多少変わったようなんですけど、うん、まあまあでも時期的にはどんどん新しい群れがまた入ってくるとは思うんで、まあ 2,3 日いれば釣れるから、ねうん、今日1日で釣れっていうのはね、今日日曜ですしね。ここからポイント移動をかけても多分次のポイントも人がいっぱいだと思うんですよ。じゃあもうここで粘るしかないですね、ですね。まあ、昨日も90センチ台連れててですね。一昨日もねメーターオーバー連れてましたからね。出てるんでね。まあまあまあ誰かしら90台絡みのやつするんじゃないかと思うんですけどね。多分今現時点でメーターの確率が一番高いのはこの川ですかね。今の時期では間違いないですね。ここら辺ですね。流れもね、うん、流れも出ていい感じだけど、なんかいまいちまだベイト気がないというか魚のテンションが上がってない感じですよね、うん、本流の流れを打ちたいんですけどちょっと前出ないと届かんないんですよね、うん、まだ今下げの3部ぐらい、2部から3部ぐらいで、次の多分地合いが干潮から2時間前10時ぐらいからやと思うんですよね。だそれまでの間の2時間をここでね待ってるのもあれなんで、支流見たりしてみようかなっていうのも一つの作戦かなと思ってます、うん、さて移動してきました。もう支流巡りでございます。干潮までの地合いの時まで筑後川の支流ですかね。そうですね。筑とかね流れの本流があって流れ巻いてるし良さそうだけどね。もう入ったフォアですね、うん、サクサクっとバレーヌで160でいきます。ベイトルね。よいしょ。
じゃあ初日ラストポイント、もうラストはここで粘ってなんとか。違う？わからん。シートしたと思いたいけど、なんか違う気もする。いや、軽いな。エラー荒い選手ね。うん。気持ちだと思う。あら。知りませんとね。知りませんやった。いやー、待ってね。60ぐらいやった。60ぐらいか。まあけど魚だから反応あったね。ねえ、おるな、おるんすね。多分何かにするだな。なんやね、魚見えんね、まだ。でも浮きもせえへんからだいぶ怪しいよね、これ。え、でかいんちゃう、これ鼻はでかいですけど、口ではないと思うんですよね。口じゃなくてもでかいよ、これ。スレっすよね。スレやね、けどでかい。いやー、ナイス。いいシーバスやんな。サイズはいいですね。ほぼ10時間ぶり10時間ぶり10時間ぶりというか10時間目いい魚でございます。いや、惜しかった。こっちならね、最高だったけど、うん、食いに来て反転して尻尾にかかったんか、うん、シンプルにかかったんかは分からへんけど、うん、ナイス魚でした。とりあえずとりあえずね、とりあえずね、次は口使わせます。ナイスー。おー、でかい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 。うわ、でかいわ。でかいでかい。でかいでかい。これやばいな。これやばいね。え、いったんちゃうんすか。さあ、何センチある。よいしょよいしょよいしょ。これは90はいってるはずだ。いや、余裕でしょ。来ました、メーター行った。ほら、行ってる行ってる行ってる。メーター2ぐらい行ってる。あ、3ぐらい行ってる。メーター2号だね。やばー、持ってるね、やっぱり。生涯5本目のメーターオーバー。ついに1ここでやりました。すげー、おめでとうございます。やったね。あ、ごめん。さあ、午後の部はまた昨日同様デイゲームですね。ちょっと下げ潮キューブ、もうすぐ干潮。この干潮間際から上げっぱなにかけて、昨日もね、結構いいサイズのシーバスが周りで釣れてたんで、朝一取れなかったんでね、今日こそは取りたいですね。
はい、ありがとうございます。ルアーはパンチラインの130でした。はい、ありがとう。いいサイズ。ありがとうございます。流れで。おお、大盛り得意人。本当だ。大盛り得意人。いい食い方。はい。いいよ。はい。はい。結構いい。いい。いい魚だね。ハハ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 ハ。うわ、当たった。うわ、最悪だ。でかい。せっかくサイレントでやってたのに。いい魚。よっしゃ。ご覧か。90ジャストパンチライン。やったぜ。一日残った回やった。ありがとうございます。元気でな。ありがとう。もうよかったな。ヘロヘロになって。やるか。よっしゃ、ありがとう。いいとこ入った。くやろ。よっしゃ。これもいいサイズ。これもいい魚だぜ。90まだちょっとない。18、
しゃ、ラスト30分かな。もう潮が引いてきて、もうちょいラスト。パンチライン飛ぶね。流れに乗ってて漂わすだけ。あとはレンジコントロールはね、最初のホールで3秒なり5秒なり落としてあげて、今はねちょこちょこボール出てたんで着水道じまきでずっと食ってましたけど、潮位も下がってきてボイルがね一気に少なくなったから、ちょっとずつレンジ入れてあげようかな。次はカウント3秒ぐらい、3秒沈めて。魚はねやっぱまだおるんですね。なんかたまに魚体に触れるっぽい感じのあたりがあるから、赤金より黒の方が反応いいか。よし届いた。食うとしたらここ今やろ。いや今食わんか。よし食った。あそこったよね。流れの筋を、けどいつも何回ラライせえへんな。いやおじさんメジャーで80ちょい。いやよかった、ほんまに残ってよかった。ありがとうございます。上がります。お疲れ様でした。いや楽しかった。また来よう。福岡遠征全日程終了しました。なんとか最後ねゲージアップ取れて、まあ、よかった。本当によかった。2日目がねもうバラシのオンパレードで苦戦しましたけど、ちょっとモンスターブレイクに変えていい魚を取ることができました。今回はね広報室長無事ランカーキャッチということで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録とコメントもよろしくお願いいたします。